ピーもフォトメイデンのプロデューサーですよね。そうですね。あれ、そうですよ。水島さんもプロデューサー。あれ、二人プロデューサーがいる。私はシャノピーだ。そしてこちらは水島音楽プロデューサーってことは水島 OP だ。なるほど。OP OP、 これは何か知っているか。シャノピーカードですね。正解だ。これを見ながら水島監督に話を聞きなさい。おー、 おー、あ、これはミズミオーサム、ムニちゃんがメインの曲ですね。そうですね。ミズミオーサムだ。ゴアの、はい。私聞きたいことがあるんですけど、はいはい、このギブミーオーサムっていうタイトルになったきっかけとかってあるんですか？これ作詞作曲をしてくれたパンダボーイが提案してくれた、はい、タイトルですね。はい、なのでまあオーサムっていうのが、まあ、ヒップホップとか、まあ、そのクラブミュージックとかのなんか隠語らしくて最高みたいな意味合いとかいろいろ使うらしいんですよ。それを、掛け合わせて作ってくれた曲ですね。はい、この曲ってハピアラにとってどういう立ち位置の曲なんですかね？これはそうですね、まあ、物語上結局そのムニが自己顕示欲を発揮して私の曲って言って作った曲、みんなで作ってもらった曲ですけど、まあ、大きく言うともう何でも貪欲にいろんな曲調のものをやっていくっていうのを示すために、まあ、早い段階でこういう電波ソングみたいなやつを作ろうっていうことで作ってますね。はい、なんか VJ もムニちゃんらしくて可愛いですよね。そうですね、そこはすごくやっぱりスタッフがキャラクター性考えてすごい可愛らしい絵を作ってくれたんで、うん、ありがたいですよね。これ持ってる棒を振り回すと、はい、こう映像が出るっていう、はい、そうなんですよ。最近技術的にはもう可能になってきてるんですけど、うん、まあ、それ取り入れてみたりとかしてるんですよ。すごい、後ろが明るいんでなかなか見えないっていう、可愛い、ムニちゃんらしい、可愛、はい、い、 い、あ、はい、こちら作詞が水島教授って書いてあるんですけど、はい、もしかして水島 OP ですか？私です。はい、OP。フォトメーデンより先にハピアラの詩を書いてしまったっていう。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらはハピアラにとってはどういう立ち位置の曲ですか？これでもこれはいわゆるクリスマスシーズンなんで、うん、クリスマス曲っていうのが、まあ、オーダーとしてあって、うん、でそれにじゃあどういうその物語を重ねていくかっていうところで、まあ、ちょっとね、リンクがギピギに取られてしまうんじゃないかっていうのと、マホのこう葛藤みたいなものを見せながら、まあ、単なる勘違いなんですけど、なのでそれをこう歌詞に乗せていったみたいな、この関係がいつまで続くかわからないけど思い出してとても大切なものなんだみたいなテーマが、まあ、あって、でそのこれちょっと曲のやり取りが結構時間かかったんで、やってる間に歌詞が思い浮かんじゃったんで、書きますって言って、じゃあ制作途中で作詞をすることが決まった？そうですね、だから、いろいろ構成とかメロとか練ってる間に、俺思いついたんで俺詞書きたいんだけどって言って、そうなんですか？で、まあ、ちょっとスケジュールが短かったんで安藤さんと共作してほしいって言って、安藤のスピードに驚く、プロこんな早いんだって。僕が3日かかると半日ぐらいでペロって上がってきちゃって、ひえーってなったりとかしました。この楽曲で特にこだわったフレーズとかあるんですか？曲に関してはやっぱりそのクリスマスソングっていうところをこのなんか入れようっていうのと、あれですね、詞に関してはさっき言ったようなドラマ性をシット1番の中から分かるように入れようみたいなことは考えました。はい、大好きな曲です。次の曲来ましたね。そうですね、もうザ最高です。本当にザ最高です。大好きですこの、ハッピーアラウンドのブランニューワールドなんですけど、いや私も本当ハッピーアラウンドでこういう曲が来たかって思った曲で、ね、結構ね、これの時とかってちょこちょこ他のやつとかでもね、レコーディングであったりとかしてると、今すげえの作ってるからって散々吹いてた曲で、ずっと、はい、最初の方からいつも OP が、水島 OP がすごいバラードがあるんだよっておっしゃってくださってて、どんなのなんだろうってずっと考え想像してたんですけど、めちゃめちゃ想像を超えた素晴らしいものが。そうですね、萌もも曲を、ね、これとかもやっぱりそのあれですよね、レイが、ハピアラに入ったっていうことからこう生み出される変化でいうと、彼女が丸々一曲作曲したらどういう曲になるだろうかっていうのと、あとやっぱリンクが引き入れたことでレイがどう思ってるのかって内心も含めた、そのとにかく一曲強い、これで結局外に勝たなきゃいけない、そういう意味ではドラマ性リンクして、
アニメ見てる人がそこに感情移入して、あ、やっぱハッピーアラいいわってなってくれる曲で、まあ、やっぱ篠崎さんの歌声がとにかく僕は素晴らしいと思ったので、そこも含めてこれはもうフューチャリングしてもうかなり気合い入れて作った曲です。あのところでなんですけど、はいはい、カノンが流れてますよね、はい、今の、今ね、ちょうど今の、うん、これはあれなんですよ、はい、あの作曲をしてくれたふのものアイデア で、はい、でそうエンドロだけに入ってたんですけど、僕がもっと全体的にフューチャーしたいとお願いして、あの分かるように閉じ入れてもらったっていう、ね、もう篠崎カノンにかけてるのかっ、ね、はっきり本人には聞いてないけど、うん、やっぱお名前のところからその発想して、あのクラシックをのフレーズを入れたいっていうことだけは僕からのオーダーなんですけど、嬉しい、照れる、そう、そういう意味ではうちのやつらみんなオタクなんで、あのすごいいろいろ考えて仕掛けてます。愛がありますね、はい、ありがとうございます。この楽曲も来ましたね、はいはい、これもまた新しい感じの、そうですね、まあ、あの元々なんかちょっとヒップホップとかもあのハテラにはやらしたいなと思ってて、うん、まあ、ラップの曲を入れたいで、まさか最後になると思ってなかったんですけど、いろいろこう構成していく中で、まあ、ライターと調整してたらヒップホップ最後のバトルの時に、まあ、あのピーキーピーキーの強い曲に当てるっていうのはハッピーアラらしくていいなっていうのがあって、まあここのこの13話最終回で流れたやつにこうちゃんとつながる形で12話を、まあ、ケンカラップって最初言われたっていうのコンフリクトっていうのを間に挟んで、このキャラクターのドラマをしっかり作った上でそのもう13話の A パートで対決されちゃう構成を割とライターとこう相談しながら構成組んで、まあ、それをいい感じに作ってもらえたんで、そうですね、まあ、この曲はあのザックにお願いして、はい、そうなんですよね、うん、なんかそういうのとかももともと自分のつながりある作家さんとかにお願いできたりしているんで、まあ、歌詞も、彼女が書いてくれてるんですけど、すごいあの資料読み込んであの曲を作る人なんで、もうバッチリな。フルコーラスで聞くとね、涙出るよね。いや、本当に涙出るよ。本当に泣きそうになるし、そう、12話からの流れ13話でこの曲フルで聞くとハピアラの方が勝ってんじゃねえかみたいな思うんだけど、さすがにそこはドラマ的にそういうところは分からないので、いやでもフルも楽しみですね。